佐賀天皇。786年10月3日に生まれ、842年8月24日に崩御。日本の第52代天皇で、809年から823年までの14年間にわたり、その知性は日本古代史において文治政策や文化の繁栄をもたらしました。以下、佐賀天皇の生涯と知性についての詳細なまとめです。生い立ちと家族。 佐賀天皇は、寒武天皇の第二王子として786年に誕生しました。その母は藤原の乙室で、兄には平成天皇、異母帝には淳奈天皇がいます。母の創生や異母兄弟との家族構成から、佐賀天皇の成長には特に乳母の神の宿根の影響が大きかったとされています。即位と知性。 佐賀天皇は809年4月1日に平成天皇から上位を受けました。彼は平穏な治世を約40年にわたり送り、分治政策を推進しました。特に公認時代810年から824年は政治的文化的な繁栄の時期でした。分治政策と文化の繁栄。佐賀天皇の治世は分治政策が奨励され、文化の発展が見られました。 以下はその要点です。クロードろの設置。佐賀天皇はクロードろを設置し、小瀬の谷と藤原の冬継をクロードの塔に任命しました。東風の名。公認3年、812年には、平安京の十二門を東風の名に改め、宮中の儀式も統制に改められました。宮中行事と支援。 佐賀天皇は宮中行事や支援を精力的に開催し、文化の発展を支えました。多くの文人や家人たちが宮廷に集まり、歌や詩が盛んに読まれました。空海と最澄の支援。佐賀天皇は空海に杜寺を賜り、最澄の悲願であった大乗会団の設立を認めました。これらの僧侶は日本仏教の発展に寄与しました。上位と晩年。 823年に佐賀天皇は上位し、大友親王が即位しました。この際、佐賀天皇は、レーゼ委員に住むこととなり、国政からは距離を置きました。ただし、彼は淳奈天皇の治世に一定の関与を見せ、クスコの変に連座したる人を召喚するなど、政治的な問題に対処しました。842年に佐賀天皇は崩御し、享年57歳でした。 その後、上和の変が起きましたが、詳細な関与は不明です。家族と子孫。佐賀天皇は、立花の勝子との間に正さら神を設けました。また、多くの王子と皇女を持ち、その子孫は源姓を賜り、佐賀源氏として知られました。源の通るなどがこの家系に属し、後の日本の歴史に影響を与えました。宝魚と三ぎ。 佐賀天皇は崩御後、佐賀の山の上の三ぎに葬られました。彼は遺傷により古希の先を置かないように指示し、演技書理式に搭載されなかったとされています。彼の三ぎは現代でも京都市右京区に存在し、宮内庁によって管理されています。伝説と逸話。日本領域によれば、佐賀天皇の前世は伊予の国の、野石槌三石さ山に住む壮城船とされ、 彼は自身が神のとして生まれ変わることを予言していたという伝説が残されています佐賀天皇はその知性に文治政策と文化の繁栄をもたらし多くの文人や僧侶に支えられましたその影響は日本古代史において大きく彼の知性は文治の天皇とも称されます